こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、あるタイプの人を見ると必ず過剰反応してしまいますというご相談へのお答えです。必ず過剰反応してしまう、そういったことにもし気づいていらっしゃるとしたら、それはある種チャンスです。と言いますのは、過剰反応っていうのは、こう嫌っている、あるいはライバル視しているというような感じだと思うんですけども、それはそれだけ自分自身にとって大きなことなんです。これは専門的には投影って言われている現象が起きている可能性が高いです。投影っていうのは、実は自分自身がそういった性質を持っているということです。ただ自分ではそんなもの絶対にないって思ってたりするわけですね。例えば自慢をする人がいたとして、憤りを通り越しても激怒になる、必ずなるとしたら、実は自分の中に誇りたい気持ちがあって、でもそれを絶対ダメだと自分に対しても怒ってしまって押し込めてるっていうことがあるんです。で、そういった方に対して、例えばカウンセリングであれば、いきなりは無理なんですけども、少しずつ自分のことを肯定的に見る、時には人に自慢をするぐらいになれる、もともとこういうふうに小さくしていた枠で、外でそういう人を見るとビビッと怒ってるっていうところから、自分が本来やりたかったことをやるという意味では、一時的にはいいプロセスだと思います。ギューッとストイックに、例えば押し込めてる、自分の枠を狭めているということがあるとしたら、そういった外側にある過剰反応イコール投影っていうものを参考に、自分の枠を広げていく、そういった扉を開くっていうきっかけになることもよくあります。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。